午後の紅茶。午後の紅茶は、キリンビバレッジ。発売当初は、キリンビールが1986年から販売している紅茶飲料。午後ティーの愛称で親しまれている。キリンビールは1984年、甘さが強い缶紅茶、ビティを発売するが、売り上げは低迷する。このことを踏まえ、甘さを控えた紅茶用の味がする。 午後の紅茶を1986年7月14日に発売、その後キリンレモンや生茶などとともに、キリンビバレッジを代表する主力商品となった。商品名である午後の紅茶は、イギリスの大貴族の第七代ベッドフォード公爵フランシス・ラッセル夫人、アンナ・マリア・ラッセルが始めたと伝わるイギリスの習慣、アフタヌーンティーを訳したものである。日本にも、 紅茶の本場英国の習慣を根付かせたいという願いから午後の紅茶のパッケージにはアンナ・マリア・ラッセルの姿が描かれている。2000年から3年間はニア・ウォーターブームなどによって売り上げが低迷したことでアンナから天使の羽やバラの花に変更されていたが後にアンナのパッケージに戻された。また午後の紅茶というネーミングを考案したのは 当時のキリンビール製量飲料事業部の一、女子社員である。紅茶は、冷めると白く濁るため、ペットボトル容器は使われなかったが、キリンビバレッジの前身である、キリンビール製量飲料事業部は、クリアアイスティー製法で克服し、紅茶飲料として、日本初の1.5リットルペットボトル、午後の紅茶ストレートティを発売する。1988年に、缶入りとミルクティーを、 1989年にはレモンティーを発売し、レギュラーシリーズ3種類が出揃った。なお、日本に入ってくる紅茶用の約20%が午後の紅茶となる2011年時点。海外にも進出しており、2001年より順次、中国語圏、中国、台湾などで午後の紅茶、日本語、中国語の並列表記の商品名で販売されている。 さらに2009年3月より、午後の紅茶ティーブレイクの商品名で、タイでも販売を開始した。2008年4月のリニューアルを機に、レギュラーシリーズ3種類の1.5リットルペットボトルに、ペコロジーボトルを採用。簡単に潰せる銅ボトルの採用で、軽量化、少資源、分別回収促進など、環境負荷の減を見込む。なお、2010年3月発売の、 ストレートプラスの1.5リットルペットボトルにも同様にペコロジーボトルを採用。2010年6月発売の無糖プレーンティー、2011年3月発売の美味しい無糖は生茶で採用されている2リットル用のニューペコロジーボトルを採用している。2016年1月には大道ド,ドリンク株式会社との間で自動販売機の相互製品販売に関する 業務提携が締結され、その一環として、同年4月から午後の紅茶のミルクティーとレモンティーの各280リットルペットボトルを大道ド,ドリンクが管理運営する自動販売機でも販売を開始。その後、同年秋の入れ替えにより、ホット製品の温かいミルクティー、温かいストレートティー、各20ミリリットル入りとなり、2017年3月の入れ替えにより、 再度ミルクティーの 280ml ペットボトルを販売。同年9月からは当日にリニューアルされたホット製品の温かいミルクティー、温かいモンティー、各 280ml 入りに入れ替えられた温かいミルクティーは半年ぶりに再投入、温かいレモンティーは初投入。これにより大道ド,ドリンクが自社で販売していた紅茶ブランドヘクタール、 ティーハが午後の紅茶へ統合する形で販売を終了している。2016年12月27日に紅茶飲料カテゴリーでは史上初となる年間販売数量を0 0 0 0 0ケーストッパを発表した。2017年には午後の紅茶を他の飲料とブレンドするなどして提供する期間限定店舗ミルク、ブラック、レモン、倍午後のお茶を 東京都渋谷区に解説。5月5日を午後の紅茶の日とした反則も展開している。茶葉はスリランカ産を年間で約2000トン輸入しており、これは日本の紅茶用輸入総量の3分の1を占める。標準的な紅茶であり、発売当初からある製品。サイズラインナップは3アイテム共通で 185g 缶、250mlLL スリムし、 パック 280ml ペットボトル 500ml ペットボトル1 5リットルペットボトルの後、サイズを設定する。2015年3月のリニューアル時に 280g 缶を追加設定された。2018年6月にリニューアルされ、500ml ペットボトルの手売り用は、形状が変更された。レギュラーシリーズには、観光機に、 ホット製品が2001年より設定されている。サイズラインナップは3アイテムともに 280ml カオンペットボトルと 400ml カオンペットボトルがある。2019年9月にリニューアルされ、従来の 345ml カオンペットボトル、2019年5月製造終了は、温かい美味しい無糖と同容量の 400ml に増量された。 かつては製造、販売について、小祝い乳業に委託、販売者の名義は、キリンビバレッジしていた。2011年より、キリンビバレッジ本体が主体で行っている。なお、沖縄県では発売されていない。なお、2008年9月以降に発売された商品、かつて展開していた T ボックスシリーズも含むには、パック上部に、ストロー口がついている。ただし、パックに、 ストローは付属していない。容量は特に記載がない場合、ペットボトルのものを楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。